沢井武氏は戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。沢井源成の子として誕生。織田信長に仕え、永禄10年に稲葉山城攻めで功を挙げた。永禄12年、北畠愚教の養子となった茶筅丸の森役と、成父の所領と合わせて4400貫分を収めた。天正10年14500貫をもって、尾張国黒田城に入った。天正12年の小牧、長久手の戦いでは、黒田城を死守して、羽柴秀吉の調略に応じず、これを承知後に、徳川家康から官状と太刀が与えられた。天正14年7月21日、信夫から合わせて 15,465 貫分の領地を賜ったとある。天正18年、織田信夫が天保を拒否し、改易となり禄を失うが、福島正則が尾張清須に入ると従い、慶長5年の会津征伐は、尾張州と共に、清須城在番大崎現場の支配に入る。関ヶ原の戦いの前哨戦の武が、備城攻めでは、福島軍が包囲市場の援軍として二の丸に詰めていた梶原三十郎と毛利広末が旧地の中であったため降伏させることに成功し、城主杉浦重勝が自害し落城した。関ヶ原の戦い後に福島正則は広島に家蔵天保となるが祐十は尾張に残り清須藩に入った松平忠義に仕え三千石を拝領した。慶長13年、死去。沢井氏屋敷跡の石踏み。ありがとうございます。